オペラの漫画。はあ、寒い。この時期の体育の授業は体にくるの。私の名前はかなで、日本一の金持ち学校ソプラノ学園に通う生徒。貧乏だけど玉残し狙いでこの学校にいる。かなでの極貧生活は貧乏少女シリーズの動画を見てほしいぷに。ねえねえ、クリスマスの予定はある？ん？私は地元の友達とクリパするかな。こちらはクラスメートのエリカちゃんとカリンちゃん。私とは比べ物にならないお嬢様クラスメート。はあ、そろそろクリスマスか。そういえばお母さんにいろいろ言われていたな。いいかなで、クリスマスは玉の輿には欠かせないビッグイベントよ。ハートをつかむならクリスマスプレゼントは絶対マスト。私も学生時代手作りのもやしケーキで思いを伝えたものだわ。もやしケーキ、それっておいしいのかな。とにかく今のうちからお金を貯めてクリスマスプレゼントでハートをつかむこと。クリスマスを制する者が玉の輿を手にするわけなんだから。イケメンは早い者勝ちだからね。先手必勝でいくのよ。いいね。クリスマスプレゼントか。バイトのシフト増やしておかないとな。そういったものの、私のクリスマスは未だ見て。今年のクリスマスは何にも予定がないな。というかクリスマスを誰かと過ごしたことなんてしばらくないんだけどね。でも私がもし誰かとクリスマスを過ごせるとしたのなら。かなで、クリスマスプレゼントはこれでいいか。ちょっとアルト君、他の人も見てるから。いいじゃねえか。お前にとってのサンタ俺だろ。もちろんだよ。私のサンタさんはアルト君だけだからね。ああ、俺の可愛い可愛いトナカイさんもお前だけだぞ。メリークリスマス。なんで私アルト君の妄想してるの。そんなのありえないから。だって私はトナカイでもないし人ですから。バカにしないで。アイマヒューマンノートナカイノーノー。あの子トナカイがなんとかって言ってるけど何一人で騒いでるの。あー、疲れてるんじゃなくて。こら、何死後してるんだ。女子体育の授業は始まってるわよ。うん、忍のやつ来ましたわ。女はいつもダラダラとおしゃべりよ。私そういう女が本当大嫌いなの。地獄の授業が始まったわね。現れたのは体育の授業を担当する忍先生。女子生徒にやたらと厳しいことで有名な熱血教師。忍先生すみません、つい。ったくこのおかま本当うざいんだけど。あんたたち何か言った。いや何でもないです。体育の授業が始まっているっていうのに死後で授業の妨げをするなんて言語道断。これじゃあんたたちに体育の成績を上げられないわ。成績をいただけないんですか。ええ、本来はね。なので今から気合の足りないあんたたちに制裁を与えることにするわ。制裁ですか。今すぐそのジャージを脱ぎなさい。ジャージ、今は真冬ですよ。そう、その日は今年一の真冬日と言われるほど気温が低い一日。さすがに凍えてしまう。それじゃ体育の単位はなしってことでいいかしら。あんたたちがそれでいいなら私は全然いいのよ。それは困りますけど。単位を落とした生徒の将来なんてお先真っ黒だろうけどね。こうして結局忍先生の指示に従わざるを得なくなった女子生徒たちは。待って待って、超寒いんですけど。しかもこんな姿を男子なんかに見られたら恥ずかしすぎる。気合が入っていていいわ。全員いい体だ。成績をちらつかせたら全員言うことを聞く。女ってほんとちょろいな。やばい、次は私の番だ。私貧乏すぎて体操服を持っていないんだよな。今日ももやしマートのセールで買ったキャミソールしか着てないし。ちょっとあんた、何うかうかしてるの。単位が欲しくないわけ。さっさと脱ぎなさい。あんたなりの気合の姿を見せてみなさい。どうしよう。ソプラノ少年団だわ。ソプラノ少年団、それは御曹司4人組からなる学園のアイドル。俺様系リーダーアルト君。ああ、寒いだって。俺様の視線でほてらせてやろうか。優しい王子様キャラ成田君。みんな風邪ひくよ。
大丈夫？ハードボイルドなカイリ君。気合は大事だが、方法は間違えちゃいけねえな。そしてお金大好き、カジノ君。こんな日は札束のお風呂にでも入ってタンを取りたいよね。男子たちが何の用よ。授業は男女別々のはずよ。倉庫にあるボールを取りに来ただけだよ。でもこれってあんまりじゃねえか。かなでちゃん、風邪をひいちゃうからそのままでいいよ。ありがとう。あんたたちは関係ないでしょ。黙らっしょい。これ以上やると教育委員会に報告しないといけないな。僕の知り合いの財閥にも連絡しちゃうよ。余計なこと。さあどうするんだよ。それでも続けるっていうのか。ふん、さっさと授業始めるわよ。こうしてなんとか事なきを得ることができたのだった。はあ、人生最大のピンチだった。この人は何にも着てなかったんだよね。ありがとう、アルト君。なあ、何にも着てなかっただと？ジャージの下、もしかして。ねえアルト、なんか顔赤くない？うるせえ、そんなわけねえだろ。お前黙ってろ。でもあの教師、なんか怪しいよな。女子生徒にやたら厳しく当たっているしさ。確かに。奏が望むなら俺たちから教育委員会に話してみるか。いや、私が悪かったんだよ。ジャージを脱がなかったし、その前も死後で怒られちゃってたから。それに忍先生はすごい熱い先生だし、尊敬できるところもあるんだ。私謝ってくるよ。これで単位落とされちゃってもまずいし。ったく、お前はほんと素直すぎるやつだな。その日の放課後。忍先生、ちょっといいですか？今日の体育の授業で死後を喋ってしまってすみませんでした。それにジャージも脱がないというか、言うことも聞けなくて本当反省しています。ふん、やっと分かってくれた。私はあなたにいい成績を取ってほしいから怒っているんだからね。はい、すみませんでした。それじゃこれからは私の言うことはしっかり聞くと誓うわね。はい、わかりました。なのでこれからも変わらぬご指導をいただけると嬉しいです。カナデは私の教育人生史上最高にいい女。それに私の言いなりになれる純粋な心も持ち合わせている。このまま調教を続ければ、あの子は私にどんどん魅了されていき。先生、ちょっといいですか？どうしたの、カナデちゃん。もしよかったら私と付き合ってくれませんか？これからも私をどんどん叱ってほしいんです。最高の瞬間が待っていそうだ。この調子で教育を続けましょう。ただの妄想教師だぷんに。そこから忍先生からの教育という名の個人攻撃が始まった。やばい、遅刻ギリギリだ。先生、おはようございます。おっと、かなでちゃん、ちょっとお待ちよ。何ですか？いくら寒いからって少し重ね着をしすぎじゃない？そうですか？でも私少し寒がりなんで。けしからん。冬の厚着は健康にも悪いのよ。今すぐその上着を脱ぎなさい。じゃないと生活態度に罰をつけるわよ。脱ぐんですか？わかりました。これも教育の一環だもんね。我慢我慢。これでかなでちゃんのムフフなボディラインが1枚、2枚、3枚、4枚。私がやっていることはあくまでも教育ですから。さあ、思う存分楽しむとしましょう。朝からこんなラッキーイベントを作れるなんて、教師っていい仕事。5枚、6枚、7枚、8枚。ってあんた何枚重ね着してるのよ。すみません、私すごく寒がりなので。なんだなんだ、マジックしてるのかな。ねえ、もういい、早く行きなさい。またある日の授業では。ちょっとあんた、飛び箱に正面衝突って、どんだけどんくさいのよ。すみません、私飛び箱は子供の頃から苦手なんです。これじゃあ体育の成績は上げられないわね。あんただけ放課後に補習ね。補習ですか？当たり前でしょ。それに補習は1週間ね。サボったら許さないわよ。それ困ります。私も放課後は予定があるので。あ、何の騒ぎだ。私の提案を断るつもり？私はあんたのためを思って言ってるのよ。それにこんな有様で成績がもらえると思った？それは奏と、あいつはいけすかねえ教師じゃねえか。全てはあんたのためなんだからね。
このことは絶対に他には言わないのよ。いい？それじゃ補習は今日から1週間ね。絶対に休まないのよ。はい、わかりました。うわわ、こんなご時世に補習なんて聞いたことねえぞ。かなれってばどんまいだな。そして放課後、先生の言う通り一人で来たけど、補習って何するんだろう。視察視察っと。ていうか俺はなんで奏のためにこんなことやってるんだ。とりあえず準備体操しておこう。奏ちゃん、お待たせ。奏ちゃん、調子はどう？1、2、3、4。あ、先生、今は準備体操をしています。そう、やる気があって偉いわね。それじゃ補習を始めましょうか。はい。ようやく本来の姿で君に会うことができたよ、かなでちゃん。あなたは。嘘だろ、こいつが忍なのか。いつものオカマキャラは偽りの姿、女子生徒に近づくための口実さ。そんな、私のことを騙していたんですか。俺にとっては好都合だったのさ。あの姿だと女子に近づいても警戒されないだろう。思えば君はいつも僕に優しく接してくれたよね。本当にありがとう。ここには誰もいない。だから君も素直に答えてほしい。僕と付き合ってくれ。僕たちは両思い同士だな。いいだろう。忍先生、それはできません。忍先生は私にとって尊敬できる先生なんです。先生からそんな言葉聞きたくなかったです。どういうことだよ。確かに君は俺に懐いてくれていたじゃないか。それに成績はいいわけ。俺はお前の心配を。すみません、今日は帰ります。待ちなさい、このことは誰にも口外するなよ。明日も必ず学校に来るように。いいの？放課後。しんどいな。かなで、なんか体調悪そうだね。どうしたの？いや、ちょっとね、最近補習があったりして少し忙しいんだよね。しかもバイトももう10連勤目じゃん。しんどいなら休みなよ。心配してくれてありがとうね。でもバイトは休めないんだ。どうして？私でよければシフトも変わるし、無理することないでしょ。そうなんだけど、どうしてもお金を貯めたくて。お金？何か欲しいものでもあるの？クリスマスプレゼントを渡したい人がいるんだ。でもうち貧乏だからさ、頑張って働かないと何にも買えないんだよね。かなで、頑張ってバイトしてマフラーを買ってあげる。こんなことで倒れてられないよ。そうは言ったものの、体は気持ちに追いつくことができませんでした。その日の夜、はぁ、やっぱり熱上がっちゃった。明日も学校はあるけど、どうしよう。無理して学校に行って他の子たちに移すのも悪いし、でも忍先生に連絡するのはな、気まずい。だけど電話しないわけにはいかないものね。忍先生が出ないことを祈って電話してみよう。こうして私は学校に電話をかけることにしました。もしもし、ソプラノ学園の忍でございます。最悪、忍先生だ。かなでです。かなでちゃん、もしかして告白の返事をくれる感じ？ようやく私と付き合う気持ちが固まったのかしら。あ、いや、しのぶ先生、違うんです。実は今日熱が出てしまいまして、薬も飲んだのですが熱が下がらないので、明日の学校欠席させていただきたいのですが。何言ってんだ、無理に決まってるだろ。でも無理をして他の子に移すのも悪いかと。何バカなことを言ってるんだ。お前は本来成績も上げられない劣等生なんだよ。私が教育してあげないとダメな生徒だって自覚がないのか。補習も授業も一回でも休んだ時点で成績は上げないぞ。そんな、告白も断って学校も休むなんて言語道断。とにかく倒れてでも必ず学校に来いよ。明日もたっぷり教育してあげるからな。それじゃごきげんよう。あ、ちょっと、もしもし、もしもし。だ、やっぱり行かないとダメだよね。明日の朝、体調が良くなることを祈ろう。しかし私の祈りも虚しく、次の日の朝。
38度5分か。クリスマスが近いっていうのに、灼熱のように体が熱い。意識も朦朧とするな。でも急がないと学校に遅れちゃうし。あれ、あそこにラクダがいる。そうだよね、ここは砂漠だもん。ラクダさん、こんにちは。こんな暑いのに偉いね。うん、わしになんか用じゃ。こうしてなんとか授業に参加したものの、くんぬぬぬ、体調悪い。あいつ体調悪そうだな。元気だけが取り柄なんだが、様子がおかしいな。次の授業は体育か。こんな真冬に体育なんて、本当に倒れそう。はい、みんな、準備体操は基礎の基礎、しっかりやんなさいよ。相変わらずうざすぎるんですけど。なんとかここだけは耐えないと。そこ、ガルベ、もっと準備体操はキビキビと。すいません。根性が抜けている。お前だけ一からやり直しなさい。はい、わかりました。カナデ、さっきから返事も小さいわね。やる気あるわけ？はい、あります。あります。その返事もずいぶん小さいわね。もう一度。風で声も出にくい。ちょっといいですか？うん、あなたはどなた？私は教育委員会の者です。本日は授業の監査にやってきました。それよりこちらの学生さんは少し体調が悪そうに見えますが。問題ありません、これは私なりの教育ですので。不安だというなら生徒に聞いてみてください。大丈夫ですか、あなた？はい、大丈夫です。よろしい。それじゃあ挨拶の練習から行こうか。ですか？そうよ、もっとこの辺から声を出さないと。かなでちゃんのぼややいなおむねか。それをちょっとやめてください。おい、ヤブ教師、それ以上はさせねえよ。アルト君。何よあんたたち、私の授業の邪魔をしないでくれる。邪魔なんかしに来たんじゃねえよ。今日はお前の悪事を暴きに来たんだよ。悪事だから何度も言うけど、生徒たちから何にも不満は出ていないでしょ。私は生徒たちと円滑な関係を保てていますから。そりゃどうかな。まあ奏、これまでの忍とのこと教えてくれよ。本当に問題行為はなかったか？問題行為？そんなのないですよ。服装チェックの時に洋服を脱がされたり、飛び箱の練習といって放課後に告白されたり。でも私はもう気にしていないので大丈夫ですよ。かなでちゃん、それ問題行為だらけだよ。相変わらず天然だな。しのぶ先生、今の話は本当なんですか？これが事実なら処分は避けられませんよ。いや、事実なわけないじゃないですか。そんなことしたら私の教師人生終わりますよ。それにまるで私がかなでちゃんに恋心を抱いているような言いぶりですが、私のこの身なりを見て察しませんか？私、女に興味ないんです。つまりこの子たちが言っていることは全て事実無根ってわけなんです。それもずっと引っかかってたんだよ。お前本当は女好きだろ。何を言ってるのよ、適当なこと言うのはやめてちょうだい。私が好きなのは彼みたいなたくましい男。うん、好きよ。アルト、続けてくれ。こっちはお前が女好きだっていう決定的な裏付けを押さえているんだよ。な、何よ、そんなものあるわけないでしょ。じゃあこのボイスレコーダーを流しても問題ないな。ボイスレコーダー、何の音声でしょうかしら。ようやく本来の姿で君に会うことができたよ、かなでちゃん。いつものオカマキャラは偽りの姿、女子生徒に近づくための口実さ。ここには誰もいない、だから君も素直に答えてほしい。僕と付き合ってくれ。嘘でしょ、なんでこの運勢はあんたが。あんたの行動をずっと調査していたんだよ。ずっと怪しいと思っていたからな。これで言い逃れはできないよな。奏の気持ちを利用するような卑怯な真似をしやがって。このキャラが偽りだったなんて驚きなんですけど。ふざけないで、こんなのデタラメよ。大体音声ぐらい今の時代捏造できるじゃない。カラコ娘とこの男たちが適当なこと言ってるだけよ。はあ、
この後に及んで言い逃れしようっていうのか。言い逃れじゃないわよ、もっとしっかり裏を取りなさいって話。それなら私もこの人の被害に遭ったことあるわ。デートに誘われたこともあったし、なんかテストの報酬とか言って二人きりになってすごく気持ち悪かったわ。私もありました、報酬とか言ってすごい家に誘われて超怖かったです。これは動かぬエビデンスと言っても過言ではなさそうだね。なんだな、全員揃って私を嘘ではめるなんてひどいわ。教育委員会の皆さん、これが動かぬエビデンスですわ。私はむしろこの生徒たちに精神的に追い込まれていたんです。逆にこいつらを処分してちょうだい。プリーズ処分。いい加減目を覚ませ、このオカマ野郎が。もうなるちゃんじゃ教師そんなことして許されると思ったのか何笑ってんだ、こっちは真剣な話をして。だってその顔、ただのおっさんじゃん。すっぴんだとこんな感じなんだね。きついかも。恥ずかしい、見ないで私の顔見ないで。ちょっと話し合いは化粧直ししてからでもいいかしら。逃げさせないよ。ちなみに学校中の女子生徒からもこんなに告発が来ているよ。被害届の数はざっと100枚ってところかな。みんなすぐ教えてくれたんよ。くそ、私の美貌も計画も全てボロボロだわ。こんなはずじゃなかったのに。これは由々しき事態ですね。お願いです、どうか処分だけはご勘弁を。この通り反省はしていますので、私をお助けください。いいえ、私は容赦しませんよ。私の前で不正は一切通じないと考えてください。え、嘘でしょ。この件は私が責任を持って教育委員会に報告させていただきます。おそらく教員免許の剥奪、そして多額の制裁金が与えられることとなるでしょう。それでは私は失礼いたします。そんな、ちょっと待って、私の人生はどうなっちゃうのよこうして忍先生は教員免許を剥奪、この学校を去ることとなったのでした。その日の放課後、かなでちゃん倒れちゃったね。風邪ひいてたみたいだし、やっぱり結構無理してたんだね。ここ最近ずっとバイトもしていたみたいだよ。疲れも溜まっていたんだろうね。ったく心配させんじゃねえよ。体が強いわけでもねえのにバイトなんか無理しやがって。ねえアルト、どうして奏ちゃんがここまでバイトを頑張っていたか知ってる？ああ、そんなの貧乏だからに決まってんだろうが。違うよ奏ちゃん、アルトにクリスマスプレゼントを渡すためにバイト頑張ってたんだってさ。カルちゃんがこの前教えてくれたよ。え？オラのために？ほんと根性のある優しい子だよな、カナデは。ま、ここまでしてもらったならカナデちゃんの看病はアルトがやるべきだよね。確かに、俺たちはこの後予定があるからな。はあ？お前らまさか俺に押し付けるつもりだな。カナデちゃんとの時間はプライスレスでしょ。それじゃあアルト君よろしく。ザーク、俺はお前と違って貧乏じゃねえからプレゼントなんていらなかったのに。そんなことで無理すんじゃねえよバカ。でも俺のためにここまでしてくれるなんて、お前俺のことどう思ってんだ。寝てるよな。俺はそのお前のそういうところが。どういうとこ？うわ、急に起きるんじゃねえよ、びっくりするじゃねえか。え、なんでそんな怒るの？うるさい、黙れ。飲み物を買ってくるから、お前みたいなやつは寝てろ。なんで怒ってるかわからないけど、アルト君との距離がすごく近く感じたのは気のせいかな。カナデです。アルトです。動画を最後まで見てくれてどうもありがとう。もうクリスマスプレゼントを考える時期なのか。急に寒くなってきたもんね。お前はなんか欲しいもんあんのかよ。え、まさか。いや、やっぱ言わなくていい。自分で考える。アルト君、よかったらみんなも動画の感想をコメント欄で教えてくれよ。グッドボタン、チャンネル登録、ベルマークの通知もオンにして、これからも応援よろしくね。また次の動画で会おうぜ。それじゃ今日もソプラノじゃんけんの時間だよ。勝ったら明日いいことがあるかもな。ソプラノじゃんけん、じゃんけんポン。明日も見てねー。